ゴシップガールは、セシリー・フォン・ジー・ゲザーの小説、及び、それを原作とするアメリカ合衆国のテレビドラマ。テレビドラマ版は、2007年9月19日から2012年12月17日まで、ザ・ CW 系列にて、全6シーズンが放送された。最終回のミニ時間枠で放送され、そのうち前半の1時間は、スタッフとキャストのインタビューを交えた、解雇特集であった。 日本では2009年4月16日にスーパー、ドラマ TV 開局20周年記念番組として放送開始。2010年5月20日には日本テレビでも放送を開始した。また、Netflix、Amazon プライムビデオ、フールユーネクストなど多数の定額制動画配信サービスにて、全シーズンが日本語吹き替え付きで配信されている。 2012年3月、オール中国人キャストによる中国版、ゴシップガールの制作が報じられた。アメリカ版のジョシュ・シュワールツ、ステファニー・サベージらが参加する正式なタイトルであり、2012年11月に放送開始。2021年7月8日、アメリカの動画配信サービス、HBO Max にテリブート版。 ゴシップガールがエミリー・アリンリンド主演で配信される予定。当初は2020年に配信予定としていたが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、制作並びに撮影開始が遅れているため、延期となった。また、シーズン2で登場したブリタニー・スノーを演じる若き日のリリーを主人公としたスピンオフの話もあったが、実現はしていない。本校では、 2007年放送開始のテレビドラマ版を中心に記述する。アメリカ・ニューヨークシマンハッタン、セントラルパークの東側に位置する高級住宅街アッパーイーストサイドを舞台とし、名門私立学校に通う富裕層の高校生を中心に描いた恋愛群像劇。原作本は全米で2002年に発売され、シリーズ通算で400万部のベストセラーとなった。 日本では2003年からビレッジブックスより順次発売された。全11巻。テレビ版のすべてのエピソードは、シーズン1のエピソード1で登場したセリーナ、バンダーウッド戦の目撃写真が掲載された、ゴシップガールのサイトで始まり、後に前回までのあらすじ紹介があり、最後にはまた近日の出来事に関係する別の人物が掲載された。 ゴシップガールのサイトが表示される。ゴシップガール役の声優であるクリスティン・ベルが上記に合わせて下記のようにナレートする形式で進められる。ゴシップガールよ。マンハッタンセレブのスキャンダラスな生活を覗きたいなら、ここで決まり。あらすじ紹介の後、ゴシップガールのオープニングテーマであるザ・トランセンダーズによる目との会談が OP として流されるのと同時に、 下記のようにナレートされる。彼女今まで、どこにいたのセリーナ私の正体それは、絶対に、秘密みんな私のこと好きだよね。ハグキスゴシップガール現代のタイトルは実在する映画の、タイトルを拝借、またはもじったものである。初放映日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 初、放映日初放映日アメリカの動画配信サービス。 HBO Max にて、リブート版、ドラマ、ゴシップガールが、エミリー・アリン・リンド主演で制作されることが決定。共演は、ホイットニー・ピーク、エリー・ブラウン、ジョナサン・フェルナンデス、ジェイソン・ゴッテー、タビ・ゲビンソンら。前作で、ゴシップガールの声として、ナレーションを担当していたクリステン・ベルも、続投予定。当初は2020年に配信予定としていたが、 新型コロナウイルスによる影響で配信開始が延期となり2021年7月に10話構成で配信する予定にしている。日本では UNEXT にて同年8月20日から配信を開始した。アメリカでは公開直後の週末において HBO Max のオリジナルシリーズとしては最多視聴回数を記録した。また SNS などでも 大きな反響を呼んだことを同サービスが発表している。これらを受けて同サービスはシーズン2の制作を行うことを2021年9月に明らかにした。ゴシップガールの原作小説がビレッジブックスより発売されている。またジェニー・ハンフリーを主人公にしたスピンオフ小説ザイットガールも出版されている。ボルテージによってアイテム課金制で ソーシャルゲーム化されており、2012年9月11日より、フィーチャーフォンとスマートフォンに対応したグリーにて、ゴシップガール NY で恋の予感が提供されている。2013年10月10日より、スマートフォン用のネイティブアプリとして、11月8日より、スマートフォン用のモバゲーで、11月11日より、スマートフォン用のミクシーゲームで、 11月13日より、スマートフォン用の D ゲームで、12月18日より、フィーチャーフォンとスマートフォンに対応した、グリーで、ゴシップがあるセレブな彼の誘惑が配信された。ジャンルは共に恋愛シミュレーションゲーム。テレビドラマの世界観をもとに制作され、原作の登場人物はもちろん、ゲームオリジナルの新たなキャラクターも登場し、恋愛ストーリーやアバターを楽しむことができる。 プレイヤーは転校生で、物語の主人公となる全編オリジナルストーリー。ゲーム中のイラスト担当は、倉花地夏。ありがとうございます。